瀬戸内の天使たちがいらっしゃいます。 ST48 から藤原あずさちゃんと森下舞葉ちゃんがこの後登場です。こちらも楽しみにお待ちください。アリオハッピーサタデー、この番組はアリオ倉敷の提供でお送りします。アリオ倉敷2階フードコート内にあるサタライトスタジオ FM 岡山アリオ768から公開生放送中のアリオハッピーサタデー。それでは本日のゲストお迎えします。 ST48 の藤原あずさちゃんと森下舞葉ちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。あーちゃんは久しぶりですね。そうですね、あれは2018年の年末の FM 岡山の特番でゲストにお越しいただきまして、その節はお世話になりました。ありがとうございました。めちゃめちゃこう元気でしっかりしてるイメージがちょっとあって。あ、本当ですか。また会えて嬉しいです。あ、じゃあそのあれを崩さないように今日は頑張っていきたいと思います。はい、お願いしますそして舞葉ちゃん、はじめまして。はじめまして、ね、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ピチピチですね、二人とも。はい、でこれなんて今日呼んだらいいですか。そうですね、でも普段は私、藤原はあーちゃんって呼ばれることが多いですね。あーちゃんと、マイハッチで。マイハッチの方で、いや、ハッちゃんかマイハッチどっちかなと思ったけどじゃあマイハッチの方で。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。今日はですね、ファンの皆さんも多く駆けつけてくださっておりますが、そうですね、ありがとうございます。おなじみなんですけれども、今一度 STU48 の紹介をさせてください。はい、瀬戸内を拠点とするアイドルグループ STU48、 活動拠点としている戦場劇場 STU48 号で瀬戸内の7県の港で劇場公演を行っています。で、FM 岡山ではですね、このアリオハッピーサタデーの後すぐの番組、はみ出せはみ出せ STU48 で沖優香さんを中心に STU48 メンバーで番組を放送しておりまして、もう FM 岡山と STU48 はもうつながりまくりの。嬉しいですね、いや、ありがたいです。ありがとうございます。ですけれども、その中から今日はこのお二人登場ですね。はい、まずはなんかこう自己紹介的な、こうなんかあるんですか。これ言いたい、これ言いたい、うん、あーちゃんはでもなんか焼肉好きなイメージ、はい、めちゃめちゃ焼肉好きです。最近もでも食べましたよ。なんかあれ締めで白米と牛タンとみんな食べるんでしょ。あ、すごい、私の SNS めっちゃチェックされてるいや、なんかそれ見て、あ、わかるわと思いながら。そうなんですよ、みんながアイスとか食べてる中、私はライスのチューと塩タンとウインナーを。ショーじゃなくてチュー食べる、ね、なんで一回台はもう頼んでるんで普通に食べるときに台からの締めはチューで締めますね。すごい、じゃ あシャーベットとかそういうのは食べない、はい、は食べないんです。締めはもう米で締めるしそれは醍醐味なんです。いやー、あーちゃん男前ですね。まあ、それがじゃあ自己紹介ということで。はい、そうですね大丈夫かなこれアイドル大丈夫かな。大丈夫ねえ、マイハッチは。はい、オムライスが好きです。いや、かわいいね。かわいいですよね、アイドルらしいです。こんな感じかなですよねアイドルが言うなっていうのはアイドル、アイドル、これわかんないでしょ。オムライスの締めでおにぎり食べてる可能性ありますか。そう、なんかね、かんない、そうそうそう、女の子とそうなんですよ。足りなくてもお腹いっぱいって言った後に家で食べるっていうありますよね。マイハッチはもしかしたら。私はなんかこうすぐお腹がいっぱいになっちゃうんですけど、うん、時間が経つとまたすぐお腹が空いちゃうタイプなので、うん、消化が早いタイプなんですね。なるほどね。一日何食も食べちゃうので、もう本当家帰ったらすぐ食べるみたいな。でも全然太らないのはやっぱり若さです。すごいですよね、循環がいいんでしょうね。あーちゃん誰、何からね、まあ元気いっぱいのお二人なんですけど、はい、まあ年が明けてもう11日なんで、はい、まあ年末年始っていうのもいろいろバタバタされたかなと思いますけど、はい、どうですか、年始どっかお出かけとかもできてますか。年始でもやっぱり初詣とかじゃないですか。あ、初詣、うん、行きましたか。行きました、行きました、うんうん、どこに。あーちゃんは、まあ、もう本当の地元によく行ってる、うん、毎年行ってる神社がありまして、はい、そこに、うん、いつもは車で登るんですけど、今回はちょっと歩いて登ってみようと思って。車で行く距離を歩いた。そうなんですよ。いや、めちゃめちゃかかりました。もうだってもう本当に休憩所じゃないのに休憩してましたもん。めちゃめちゃもう10段上がったら休憩みたいな感じでもすぐ休憩挟みました。階段が何段もある。そうなんですよ、もう結構急な階段の。岡山県内。あ、そうです、岡山県内の場所で、うん、そうなんですけど、やっぱなんかちっちゃい時に登ってた時はなんか走って登ったりしてたのに、やっぱちょっと
だから成長したなっていう部分が垣間見えましたね。なんかそこは成長ね。そうです、成長です。そうそうそう、いい意味で成長した、ね、あの時は駆け上がってたのに、そうです、大人になったなって思いましたね。今は何回休憩してるかっていう。で、まあ、上り切って、そうです、おみくじとか、あ、引きました、引きました。どうでしたか。なんと今年は大吉でございます。 やったー、いいですね。本当に良かったです。なんかたまに大吉でもなんかあんまり良くないことが書いてある大吉もあるじゃないですか。あの大吉の方が書いてたりしません？なんかこのこれに気をつけた方がいいよ。あ、そうなんですよ、うん、ね。だから、うん、今回はどうだろうと思ってみたら、めちゃめちゃいいことしか書いてなくて、多分2020年はもう飛躍の年ですね、きっと。ポジティブ。いや、階段上がってよかったね。よかったです、本当に。多分あのちょっとまた車でちょっと楽に行ってたら、もしかしたら、もしかしたら違うのが出てたかもしれないですからね。なるほどね。大吉が出て、マイハッチもなんかね、はい、初詣行ってましたね。行きました、ね、はい。どちらに。岩国、山口県の白蛇神社っていうところに行きました。白蛇神社、はい、白蛇がそこにいるの。いるんですけど、冬眠してて、あ、会えなかったんですけど。そうだ、はい、ちょうど冬、冬だしね。冬眠してます。お、はい、じゃあもう会えずに、会えずに。で、なんか神社もちょうど閉まっちゃって、うん、おみくじもそこで引けなかったので、そうなんですね、はい、広島の神社に行っておみくじを引きました。引いたんですか。ちなみにそれは何吉でした、はい、大吉でした。お、それでもし今日だったら言いづらいって、はい、何吉でもないって今日だったらびっくりした。小吉、あ、大吉、あ、二人ともじゃ大吉。そうなんですよ、だから持ってる女が来ました今日。なるほど、持ってる女が。それで呼ばせてもらったんですよ。ありがとうございます。持ってる女。いや、いいですね。なんかまあ大吉が出て、まあ今年はやっぱ二人とも飛躍をしていただかないと、はい、いけないということなんですけど、なんかこう抱負とかは決めたりしましたか。そうです、でも毎年書き初めみたいなのを STU の中でさせていただくんですけど、はいはいはい、私はその中で思いのままにっていう言葉を書かせてもらって。いい言葉。そうですね、もう自分の思い通り、今まで積み重ねてきたものがうまくいくようにっていう思いを込めて、ちょっと今回は書かせていただきましたね。なので、そうですね、目標は思いのままに、ことが進むようにっていう、動く、はい、いいということです。マイハッチも書いたの。私は、私らしく生きるって書いたんですけど、うん、すごく人に流されやすい性格なので、そうなんですね。それをちょっと今年は自分らしくって思ったら、おみくじにも人に流されないようにみたいなこと書いてあって、ぴったりだな。めちゃめちゃリンクしてますね。すごい。え、どんな感じで流されるんですか。なんか例えば SNS で可愛い女の子見つけるじゃないですか、うんうん、その子がロングだったとしたら、うん、私すぐ髪を伸ばしたくなっちゃって、髪型を真似したりとか。でも逆に可愛いショートの女の子がいたら、うん、すぐショートにしちゃうみたいな。いや、でもそれ女の子ってありますよね。ね、でもそれ自分でちゃんと判断してできてるってことは、ちゃんと自分で、うん、すごいすごい。自分の意思でやってますから大丈夫です。だんだんあーちゃんがマネージャーさんみたいに見てる。もう大丈夫。みんなのことすごい見てそうなね。いや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 、ね、まあ、年齢的にも2人はあーちゃんの方が年上。そうですね、もう私21歳なので、うん、マイハはまだ中学3年生なので、15歳なので、はい、いや、そうなんですよ。どうしよう。もう全然人に流される年齢かもしれないね、それは。そうですね、まだ流されてていいぐらいですけどね。いい、いい、あ、本当ですか。その中で自分を見つける的なね、感じかなと思いますけど。よかったです。はい。まあちょっと2人のこともね、あのリスナーの皆さんに分かっていただけたかなというところで、はいはい、ちょっとここで1曲お届けしたいと思いますが、はい、ではあーちゃん、はい、曲紹介お願いしていいですか。はい、それでは聴いてください。 STU48 で大好きな人。ハッピーサタデー、本日のゲストは ST48 から藤原あずさちゃん、あーちゃんと森下舞葉ちゃん、舞葉っちにお越しいただいております。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、大好きな人、はい、これいい曲ですよ。そうです、優しくなれる、うんうん、優しくしようと思う。そう思っていただけたら本望です。いや、本当にあのずっとこのサテライトスタジオの上のモニターで、はい、この曲がそうリピートで流れてたので、ありがたい、皆さんも親近感も湧く曲じゃないかなと思うんですけど、これがまあ3枚目のシングル、サードシングルですね。はい、サードシングルね。でですよ、はい、今週解禁となったのが、はい、1月29日発売の4枚目のシングルです、はい、タイトルは無謀な夢は覚めることがない。すごい
すごいこういろんな深い意味がありそうな、そうですね、新曲になってますけど、はい、これミュージックビデオももう公開されてて、はい、日本のウユニ塩湖と呼ばれる秩父ヶ浜、香川県の、はい、と、岡山県の牛窓オリーブ園で撮影されたということで、はい、もう皆さん、ファンの皆さんご覧になりましたか？あ、見てくれてますね。バッチリ、ありがとうございます。いや、キレッキレのダンスがね、すごい印象的でですね、はい、ちょっと真似したりしてるんですけど、 ありがとうございます。早いですね。そうなんですよ、できてないんですけど、まあ、でもそれぐらいこう印象深い、うん、はい、刺激を受ける内容になってますんで、まだという方はぜひチェックしてください。そうですね、よろしくお願いいたします。はい、風鈴のパプリカなどを振り付けされた辻元智彦さんが振り付け担当ということで、はい、ね、ということなんですが、で、今回ですね、はい、タイプがいろいろあって、その CD のね、はい、タイプ A のカップリング曲一瞬のスリル、はい、これにお二人が参加しているということで、イエーイ、ありがとうございます。これまだでも楽曲は、そうなんですよ、解禁されてないんで す、ね、今日ね、かけたかったけど、ここはじらしちゃって、そうですね首を長くして待っといてください。そうですね、まあ、どういう曲になってるかはまだ言えない感じ。そうですね、うん、それはもう発表されてからのお楽しみということで、ですね、はい、ぜひじゃあタイプ A をチェックしてもらうということで、はい、ね、あとタイプ B とか C とかいろいろあるんですけどね、はい、皆さん A チェックしてください。お願いします。はい、まあ、どんどんとそういう曲もね、登場してるわけなんですけど、はい、去年2019年っていうと、こう ST48 でいろんなこう変化とか新しいことがあったと思いますけど、はい、振り返ってどうですか、お二人？でもまず一番大きかったのは、うん、やっぱ船での ST48 号で、公演が始まったことがやっぱ一番、皆さんも多分ファンの皆さんも待ちに待った公演だったと思うので、去年の春だったな、その船が完成しがってなって、でスタートして、しかもこう日本で初めての船の劇場、そして船上劇場ということでさせていただいてたんですけれども、ね、またそれも船ならではの良さがあったりとか、ね、船の中のフードでしか食べれないものがあったりだとか、まあ、それがもう STU48 の売りっていう。そうですよ、そこでしか味わえない体験っていうことなんで、まあ、それがすごいね、新しく、はいはい、始まった年だったと思うんですけど、あとは全国ツアーもかな。そうですね、全国ツアーもさせていただいてて、追加公演も、うん、そうですね、決まるたので、うん、はい、今後の予定としてましては、まあ、ST48、うん、全国ツアー2019船で行くわけではありません、はい、追加公演の大阪公演が1月25日の土曜日、うん、13時からと18時からの2公演、はい、大阪森の宮ピロティーホールにて行われますので、ぜひ皆さんお越しください。お待ちしております。2人とも出演します。はい、そうなんですよ、ね、いや、いいですね、船で行くわけではありませんということで、いいですよね、サブタイトルね、船できたのに船で行かんのかいっていう行かんのかい、まあ森の宮だからも船ではないという、普段だからその瀬戸内に来にくい方とかも、こうやって大阪に足を運んでくださる方も多いと思いますので、そうやって会いに行けるのは嬉しいですね。そうですね、まあ、その船では行かない公演もあるし、はい、まあ戦場劇場もあるしということで、なんかこう2つ楽しめるっていうのが、はい、ST の魅力なんじゃないかなと思いますし、そうですね、なんかそれぞれの違いってなんかあります？どっちがなんか雰囲気が変わるとか。あ、でも場所がねまず違うか。うーん、ね、でも船はもう揺れたりするので、うん、あ、そうか、はい、もろにね、うん、ファンの人見てて、メンバーが一緒にこうなって揺れてるんですよ、うん、左右に。そう、なんか船酔いとかは2人はない？もう慣れ、そう、慣れました。慣れる、はい、でもお客さん逆にね、なんか、あ、ちょっと楽しいんだけどってなりそうな気も。皆さん大丈夫なんですかね？あ、大丈夫みたいですね。もう皆さんもう ST に夢中だから。いや、それはもうありがたいですね。ね、揺れも気にならないぐらいの、うん、パフォーマンスができて嬉しいですね。そうですね。そうか、そう、戦場はそういうことがあるんですね。はい、まあ、その戦場劇場ができて、あとは初の全国ツアーがあって、二期生も。そう、二期生。はい。もう敗戦じゃないですか。そうなんですよ。敗戦。どう、敗戦？いや、全然、でもまだ全然実感ないですね。うん、そんなにまだ一緒にお仕事させていただく機会もないので。うんうんうん、そうか、あまり会わなかったりする。そうですね。なるほど、でもまた2期生でも公演が始まったりとかも今後あるので、うんうんうん、ああ、そっか、そうなんですよ。じゃあそういう時はちょっとアドバイスとか
ね、なんかしたりとか。いやいや、おこがましいですよ、そんな。あの、前日は焼肉食べた方がいいよ。あ、絶対それは食べない方がいいです。絶対食べない方がいいです。あ、そうなんだ。そうです。そういう時はもうちゃんともう、しっかり整えていただいて。あ、焼肉では整わない。やっぱり焼肉食べ過ぎてしまうっていう。あね、やっぱダンスとか歌とかあるし。そうです、そうです。そういうのを整えるためには、あんまり普通の定食食べていただいて。そうです。安定に。安定。終わってから、そうですね、終わった。頑張ったなーって。打ち上げで行ってもらったら。それが2期生に、ね。そうですね、アドバイスできることかなと思う。唯一できるアドバイス。なるほど、なるほど。逆に、今年2020年ですよ。はい。はい、ね、目標。なんかこう、こんなこと STU でやりたいなとか。あー。どうですか。でも、全国ツアーをこう回らせていただいてるんですけど、うん、まだまだ行ったことない県も多いので、はい、うん、なので、そこに行けたらいいなと思う。47都道府県ツアーみたいなのが、まだできたら嬉しいですね。全部回りたいですよね。そうですね。で、港を貸してくださるところがあれば、もう ST48 号で行くっていうのも、そうですよ。ありがとうございますし。逆に全部の港攻めさせてくださいぐらいの。いや、お願いしたいですね、本当に。せっかく船があるので、ね、もうどこでも行きますよみたいなね感じでちょっと攻めていってほしいと思いますが、ね、まあこの夢は無謀じゃないと思いますから、あ、冷めないですから。うまい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、整いましたね。整いましたというところで、はい、その無謀な夢は覚めることがない発売記念イベント瀬戸内巡り開催されます。これも船で行かなければありませんが、はい、2月16日日曜日お昼3時30分からここですよ、有尾倉敷屋外イベントステージでミニライブと握手会とあるということで、はい、いいですね。まあ、2月、まあ、あっという間に来そうですけど。そうです ね、もうすぐですよね。はい、それまでに皆さんにこの4枚目のシングルの曲を覚えていただいて、はい、そうですね。そういう、うん、やっぱこの曲すごいキャッチーな曲なので、うん、もう一回聴いただけで結構もう頭に、そう、耳にもう残ってるんじゃないかな。めちゃめちゃかっこいい曲に仕上がって、ね、今までのこう STU48 とはまたちょっと違ったような雰囲気があるので、うんうんうん、いい意味で本当になんか STU の殻を破った曲でもあるかなとは思うんですけれどもね、はい、ぜひ皆さんチェックしてください。よろしくお願いいたします。ということで、もうめちゃくちゃあっという間ですが、はい、最後に1曲お届けして、お二人にはまたエンディングで、はい、はい、登場していただきますが、では曲紹介、マイハッチ、お願いします、はい、それでは聴いてください。 STU48 で無謀な夢を覚めることがない。無謀な夢は覚めることがない新曲をお届けしましたが、タイプ A のですね、一瞬のスリルも皆さん注目してください。それではお二人はこの後エンディングもご登場いただきます。さあ、吉原さんサービスからですね、椎名さんが2月22日にご登場です。こちらもお楽しみに。さあ、ということで今日は STU48 からこのお二人に登場いただきました。藤原あずさちゃん、あーちゃん、そして森下舞葉ちゃん、舞葉ちありがとうございます、はい、ありがとうございました。大吉のお二人、はい、今年飛躍もっともっとしてください。はい、頑張ります。楽しみにしてます。ということで、また遊びに来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。この後は萩原工業プレゼンツ、はみ出せあみ出せ STU48、 こちらも引き続きお楽しみください。お相手は上場ひとみでした。アリオハッピーサタデー、この番組はアリオ倉敷の提供でお送りしました。お正月休み明けの3連休1月11日土曜日、こんにちは、 STU48 岡山県出身の沖優香です。今回もアリオ倉敷にあるサテライトスタジオ FM 岡山アリオ768にはたくさんの人が来てくれています。今週のゲストも久田あかりさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、香川県出身の久田あかりです。はい、今回もよろしくお願いします。お願いします。おきちゃんは、はい、新成人ですよね。そうなんですよ。もうだってあさってとかでしょ、成人式。成人式、 AKB グループ成人式。そうですね、1月13日かな、それぐらいか。はい、うんうんうん。どう、緊張する？緊張緊張する緊張しますね。だって初めて、うん、だから。でもね、去年成人式やった件行ったんやけど、うん、むっちゃ寒いよ。寒いし、本当に寒い。いろいろ聞きます、その
華やかな裏側の大変さ。そう、しかも夜中に着いて、もう朝2時か3時ぐらいからメイクとかしたから、うん、全然ノー睡眠だったし、うん、ちょっともう覚悟した方がいいね。覚悟していこう。それでは今週も行きましょうか。はい、タイトルコール、萩原工業プレゼンツ、はみなせあみなせ STU48。 この番組は萩原工業の提供でお送りします。今週のオープニングナンバーは STU48 風を待つのカップリングで、ドラフト研究生やがて菜の花が咲く頃。というわけで、アリオ倉敷にあるサテライトスタジオ FM 岡山アリオ768での公開収録でお届けしているハミヤミ ST48 DJ の沖優香です。そして先週からのゲストメンバーはこの方、アリマサと福田は瀬田うち3人の召し上がりで決まり、香川県出身の福ちゃんこと福田あかりです。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ、冒頭でも話しましたけど、うん、成人式ということで、うん、はい、まあ、ちょ成人式の先輩であるカリンさん、はい、なんかこれだけは気をつけておけみたいなあったりします？これだけは気をつけておけ、でもやっぱり一生に一度だけ、うん、絶対自分が納得できるようにした方がいい。でもあかりんさんの振り袖と髪型はなんかこだわりを感じられた、うん、いや、なんかもうめっちゃこだわったよ。なんていうんですかね、レトロじゃないけど、うん、ハイカラさんみたいな。え、分かってくれる？え、分かりましたよ。え、握手しよう。ありがとう。分かりました、分かりました、うん、ハイカラさん意識ですよ、ね、そう、そう、なんか大正ロマンみたいな、うん、そういうのがめっちゃ好きやけん、レトロチックにしてほしいやって言ったし、髪型もあえてぐるぐる巻きにせずに、ちょっとパツッとして、ちょっとまとめじゃないですけど、そうそうそう、まあんまりなんかこう巻き巻き感じゃなかったですね。そう、もうあの日は私はこの20年間で一番可愛かったと思う。でもそんぐらいなんかあった方がいいですね。いや、絶対やった方がいい。本当頑張って。大変だ。大変だ。でもめっちゃ楽しかったけん。いいな。私もさ、二十歳やんか、まだ。そうですね。最近、シュッと行こうかな。あ、来ます。成人式も晴れ着たいし。確かに。うん。もうそれも代打じゃないけど。今年の政治メンバー一人多くないみたいな。でも私はそんな、うん、令和初の新成人。はぁ、本当だ。ちゃんとした称号を持つんですよ。称号を持って生まれる。いいな。そうなんですよ。そっか。それがちょっと嬉しいかな。確かに。楽しんでね。はい、ありがとうございます。頑張ります。はい。まあ、ここから、うん、もう本当にがっつりフリートークで。はい。はい、どうぞ。フリートークということで、はい、ちょっと私は、今日、そらはちゃんの代わりに来てるから、はいはい。ちょっと、おきちゃんは、私のことを、はい、後輩とか、同期とかだと思って喋ってほしい。今日はフリートークだし。ほう。そういう試みで。なるほど。はい。なんで、私のことは、あかりちゃんって言ってください。あかりちゃん、うん。なるほど。今日はあかりんさんじゃなくてあかりちゃんってこの回だけは言ってください。はい、本当にめちゃ慣れ慣れしく来てください。あのね、私本当にこの間のトラウマがあって、あの田中豪子さんに、うん、ちょっとコッコって呼んでみてみたいな、うん、コッコって言うならめっちゃムカつくみたいな、うん、タメ口で呼んで、タメ口で今からちょっと喋ってみて自分が言ったのにタメ口で喋ってみてって言われたから、うん、コッコ何しようみたいな言ったら、うん、なんかムカつくってめっちゃ言われて、うん、なんか他の人はいいけど起きちゃムカつくって言われて、マジで多分慣れ慣れしくしたらムカつくタイプかもしれない。じゃあこの子スパンコの収録の最後に私がめっちゃキレてるかもしれないけど、うん、それはもう分かんない、それは分かんない、うん、じゃああかりちゃんで、うん、聞こうかな。来て、いいよ。いい。あ、じゃあ誰で何喋る？ツアーかな。あーね、全国ツアーについて話そうかな、うん、いいよ。全国ツアーね、どうだった？全国ツアーはでも結構、うんうん、あっちゅうまだったね。7県回ったけど、最初が東京、最初が東京、赤坂ビーチ、うんうん、あの時も忙しかった。私はなんかこう、うん、振りがまだ追いついてなくて、 あれじゃん、舞台。あ、そうです、博多座だったよ。博多座があって、うん、福岡から東京に行って、うんうん、合流したから大変。もう全然もうパニックパニックみたいな。自分で振り覚えてたから大変だ。ダンスが下手くそだから、いやいやいや、なんかあの自分で覚えたカウントと人のカウントが違うことに気づいてうんうん、うん、全然あのリハーサルの時点から、うん、合ってなくて、うん、めちゃくちゃ。そうだ、青木ちゃんパニックっとったな。緊張しながら。楽しかったくない？でもなんか楽しかった。衣装も新しいのいっぱいあって、そう、もう衣装が可愛い、なんかすごいあんまない、STU にあんまりない感じの衣装だったから、うん、テンションはめっちゃ上がってた。上がってた、上がってた。いやでもあれだね、2日目からガラッと曲もメンバーも変わって、セトリが毎回全然違ったけんさ、そう、もう
私瀬戸利覚えるめっちゃ苦手だからね。私も苦手。そうで曲次何次何次何ってマイク離したとこで次何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 って聞くんよメンバーに。めっちゃあのこう 曲間のなんか移動中とかにめっちゃ誰か、うんうんうん、次何みたいな声が聞こえてくる。なんだろ、誰だ誰だみたいな。移動中に移動中にめっちゃ聞こえてくる。わかるわかる。それがちょくちょくありますよね。あれめっちゃある。キャパ的には大阪が一番大きかったんですかね。なんかあーそっか、ゼップだからそうかもしれない。そうすごいゼップの方がめっちゃ大きかったってメンバーが言ってて、なんか感動した。ゼップってすごくない？緊張したね。私ゼップ立ったのが嬉しすぎてさ、うん、あのアーティストがよくさでっかい会場に立ったら、うん、なんか会場を背に向けてパーみたいな写真撮るじゃんか。ツイッターに載せてます、ね、そうゼップであれやったやってた。うん、だから嬉しかったな、うん、そうだからまたみんなで大きな会場行きたいなっていう気持ち。しかもなんかゼップツアーとかね、会場ごとに披露する曲とかも全然違って今回のツアーは。だから大阪だと NAB さん楽曲だったり、うん、名古屋だと SKE さん楽曲。めっちゃ楽しかったくらい？楽しかった。 SKE さんの曲楽しかったけど、オキドキセンターじゃん。そうなんですよ、 SK48 さんのオキドキっていう曲で、うん、なんかこう対比を見た時に、うんうんうん、なんか一番オキみたいな名前で考えただろみたいな。オキちゃんがオキドキ行くぞってそう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 、これもいい名前で選ばれたなと思ったんですけど、 SKE さんの曲は、うん、もう難しすぎて。難しい、もう本当にオキドキやばかったよね。オキドキやばかったです。でも私本当に、うん、あの神だって思ったのが、名古屋の会場が、うん、ステージから見て、うん、一番後方がなんかちょっと鏡になってたんですよ、うん、壁が鏡だったなっとった。え、カンニングができたんですよその時。カンニングしながら落ちたの？そう、ちょっとだけちょっとだけカンニングができて、うん、ちょっと安心感はありました。確かに落ちてたな。そっか、じゃあまたやろうよ、ウキドキセンター。ウキドキでウキドキやりたいです。あんだけ頑張って覚えたから、うん、あの早い曲忘れる前にやろ。忘れる前にもう結構早いよね。え、なんか一番楽しかった曲とかありますか、そのツアーで。ツアーで、でもオキドキはもうぶっちぎり、うん、オキドキぶっちぎりで、みんな楽しいって言ってた。そう、あれは私好きだったな、あのファーストラビット。あー、踊りましたよ。踊ったよね、あの座るタイプの方。あ、一番最前の人とドキドキするやつ。そうなんです、うんうん、こう会場ごとによってはファーストラビットの曲間で、うん、こうなんだろう、なんて言うんですかね、ステージの一番前に座って、うん、全員が座って歌うっていう時があって、うん、その時のなんか最前のお客さんが、うん、え、マジかみたいな顔してて座るんだみたいな顔してたのがちょっと、うん、ちょっと座ってやったみたいな。いいよね、楽しかったです。やっと北海道に行けたのが、あ、楽しかった。ツアーが始まるってなって、うん、北海道だけには絶対行きたいって思ってなら何目的？海鮮ご飯、いや、ご飯本当に美味しかったですよね。うん、美味しかった。すごかったね、あれは。カニがもうカニ、カニ食べてた。ホタテ、ラム、ホッケ、ホッケ、ホッケ、やばかった、うん、熱い。なんか薄くなかったですよ、薄くなかった。ホッケってさ、ひらホッケのひら焼きがピターンみたいな。そうそうそう、ピターン、ピターンじゃない、ギュ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 みたいな。もうすごかった、肉厚が、肉厚がね、あれは最高だ。北海道また行こう。来た、絶対に行きたい、うん、はい、まあ、全国ツアー、うん、追加公演も決まったということで、やったちょっと紹介したいと思います、はい。1月25日土曜日大阪森の宮ピロティホール、2月24日月曜日祝日千葉県千葉舞浜アンフィシアター、3月1日日曜日福岡県福岡市民会館、はい、と3会場追加された。しかもこれ全部会場めっちゃでかくない？でかい。これはもうファンの方皆さんに来ていただかないとね。本当に。でも全国ツアーってなんかすごい成長できたなと本当に感じたので。めっちゃ思う。その新年からはもうもっと成長したシティ48が、そうですね、見えるんじゃないかなと思います。はい。台本なしのフリートークで、うん、めっちゃ普通に喋ってたけど大丈夫かなこれ。チョキチョキしてくれるってくれると思います、うんうんうん、なるほどなるほど。いや、普通に喋ったね、普通に喋りましたね。マジプライベートみたいな、うん、カフェでいる感じだったね。カフェでしたね、あれちょっと振り返りみたいな、うん、はい。というわけで今週の ST48 そろそろエンディングのお時間です。あかりんさんどうでしたか？もうなんか初期の、はい、
初っ端のなんか設定みたいなの忘れてめっちゃ、うん、あそうだなあとねそうだなあとねあかりんさんって言ってるし、うん、そうだいやこれをなんでやろうかと思ったって言ったらそのコッコの話を聞いたから、うん、あそうそうそうちょっと私もやってほしいなと思ったんだけどコッコさんがもうあの1分も続かなかったです。あそっかやっぱ根がね丁寧なんだろうねおきちゃんはなんか敬語になりすぎて逆になんか標準語で喋れなくなっちゃった標準語っていうか敬語なしだと標準語になっちゃうんですよ。あだとなんか自分的にすごい気持ち悪くて、うん、でもたまにさなんかもうたまに勢いでそれだとか言ってくるんじゃん私にたまにたまにちょっとキュンとすんだよねそういうのだからちょっと今後ちょいちょい挟んできてもらっていい。ちょいちょい、うん、じゃあちょいちょい挟みます。お願いします。はい、今日の放送日記は写真と一緒に番組ブログで公開します。番組公式ツイッターもぜひチェックしてみてください。ハッシュタグハミヤメ ST48 でつぶやくとスタッフがいいねします。あなたもどんどん感想をつぶやいてみてください。萩原工業プレゼンツはみなせあみなせ ST48 の沖優香と福田あかりでした。バイバイ。この番組は萩原工業の提供でお送りしました。